2018年3月18日17時23分フジテレビ、山崎ゆきアナウンサー、拡大、フジテレビの山崎ゆきアナウ。さあ、30が18日に放送された同局のバラエティ番組、ワイドナショー、日曜前10:00に出演。ゲスト出演した漫談家、濱田祐太郎、28、に冷たい態度をとっていたことを暴露された。スタジオでは、R1 グランプリで優勝した濱田に対し、松本人志、54、いや立川志らく、54、がその芸を称賛。その一方で MC の東野幸治、50、が、山崎アナウンサーはちょっとあんまり喜んでいない。今回の、濱田の、優勝を、と明かすと、山崎アナは、そんなことないです。そんなこと、と即座に否定した。東野が、彼氏、交際中のおばたのお兄さん、の方が敗者復活で待機していて、生放送で、決勝戦に、呼ばれて破竹の勢いで優勝するとずーっと信じてたんですけど、残念ながら呼ばれることもなく、と説明。山崎アナは、残念でした、と悔しそうな表情を見せた。これに松本が、彼氏、決勝行けると、山崎さん思ってたんや、と反応。山崎アナは、敗者復活戦まで残ったのでもしかしたら、と答えたが、松本は、山崎さんってそんなにお笑いのセンスないねや、とちくり。これには山崎アナも絶句した。さらに濱田が、R1 グランプリ、が終わって、翌日に、山崎アナが MC の、ノンストップに出させていただいたんですけど、山崎さん、挨拶してくださったんですけど、ちょっと言葉遣いが冷たかった、と暴露。松本も、そんなとこあるよ、そんなとこあるよ。耳は普通の人よりすごいからね、すぐわかるからね、そういうの、と追い打ちをかけた。大息と息の山崎アナは、濱田さんと、おばたのお兄さんは、同期なんですよね、と取り繕おうとするが、濱田は、ますます、すいません。とすかさずカウンターパンチ、津本が、濱田のお兄さんの勝ちですよ、とジャッジを下すと、濱田は、俺も女子アナと付き合えるかな、と叫び、スタジオを沸かせた。今、あなたにおすすめ、